たちっていうのはその難民になりたいって言っていく国があるわけだけれども、で、まあ、今回の映画はたまたま日本だったけど、うんうん、そういうなんか、うん、難民の避難先みたいなもんっていうのはどうやってクルド人の人は考えて決めてるんだろうね。大半は、まあ、イラクに難民キャンプとかがあって行ってるんだけど、うん、で結構やっぱねヨーロッパとかに、うん、あの逃げてることが多いんだって、うんうん、知ってる？この5歳の子供がさ海辺で船が沈没して流れ着いちゃったの知ってる写真結構有名になったと思う。これあのシリア内戦があった時に結局難民がバーッと出て、で世界あのヨーロッパとかいろんなところに船を使ってワトワトしたらその船が沈没しちゃって、それで子供がその死体のなって世界的に衝撃が走ったやつだけど、これはそのクルド人の子供だったんですね、うん、なんで日本に来てるの、うん、っていうところなんだけど、日本だけに来てるわけじゃなくて、うん、あの世界中に行ってるわけなんですよ。で一番、うん、あのヨーロッパで多いのはドイツの、もう50万人ぐらいいるらしくて、うん、で、まあ、フランスとか12万人、スウェーデン10万人、まあ、いろんなところに行ってるらしいんだけど、うん、で、日本で言うと、2000人ぐらい。うん。わらび市ってわかる？わらび市はわかりますよ。うん。これあの、ほら、わらび市ってさ、わらびスタンって言われてる。あの、ほら、クルディスタンとか、何々スタンって、うん、あの、スタン、ほら、中東の国ってスタンってつくじゃん。うん。で、スタンって、あの、あっちの言葉で国って意味なの。うん。で、クルド人の住んでる地域のことはもともとクルディスタンっていう国があったんだけど、うん、その、今はなくなっちゃって、で、日本だと、ワラビにすごい集まってる。まあ、主に川口とワラビで。そうなんだね。そっかそっか。そうそう。うん、で、今回さ、舞台が川口じゃん。うん。ほとんど主に川口とワラビに、そのクルド人の人たちは集中して住んでるという。そうなんだ。へぇ。で、あまりにワラビに住んでるから、俗称としてワラビスタンって呼ばれてるっていう。なるほど、なるほど。でもともとは94年ぐらいから東浦和とかに住み始めて、まあ初めは10人ぐらいしかいなかったのは今2000人ぐらい住んでる。で、これなんで日本に来るかって言ったら、日本って、その要は観光ビザで来れるんだよ。うん。で、観光ビザで来れるから、で、治安が安定してるからっていうことで来るんだけど、結局その難民、だからでも難民で来るから、難民申請をしようとするんだけど、その難民申請が通らなくて、で、結局そのままそこに居ついてるみたいな感じらしくて。うん、そっかそっか、そういうことね。うん。うん。わらびの方とか行くと、街中で全く日本語ではない看板とか、とてもすごいいっぱいあるっていうか。へぇすごい異国情緒溢れる街みたいになってるらしい。あ、そうなんだ。わらびね。うん、それの難民が、じゃあどのぐらい認定されてるのっていう話で、で、これ今回の映画のところにまた戻ってきますけど、うん、じゃ結局ほとんど認定されてないっていう。うん、これ各国の難民認定率だって、うん、ドイツとかだったらもうこれだと、まあ、25%、25.9% が書いてあるけど、うん、まあ最新だと2017 38% とかね、どんどん難民認定率上がって、アメリカだと 80% とかね、うん、あのなんか外国今外国人締め出してそうなアメリカでさえ、ね、あのそういうような認定率だけど、日本だと、0.4% っていう、うん、ほぼ認められてない 1% いかないっていう、うん、でクルド人に限ってはもう認められた人がほとんど0人みたいな。なるほど。ウクライナ戦争が起きて、でウクライナの人がこれ来てんじゃん、うん、じゃああの人って違うのみたいな、うん、思わないか。あ、まあそうね。でもあの人たち難民じゃないよ、うん、あの人たちは避難民っていうことで一時的にいるだけで後々帰るから、難民としてはそもそも認定しないというか、帰ることが前提みたいな、うん、だからその要は受け入れてるということらしい、うんうん、入管問題に行くんだけど、入管っていうね、あの出入力在留管理庁だっけ、うん、っていうところに、まあ、収容されると。でここで結局その難民申請をしてる限りには送還はされないだけど、うん、それが跳ね返されることで仮釈放というような形にされて、うん、で仮釈放にされると釈放はされるけど、日本であの報道の自由とか職業の自由はないから、うん、今回の映画だとお父さんは働けないみたいな、うん、あの理論上はもう100年でもずっと収容できて、ほら今回ロビン君っていうあの弟がね、うん、なんかお父さんにあのいつ帰ってくるのって言うけど、そのいつがないみたいな、ずっと収容できるみたいな、うん、治らない病気にかかってしまったっていうふうにこの川田監督はなんかこうクルド人の方から聞いたっていう、名古屋にも入管あんだよね、やっぱり、うん、このさ、三島サンダリさんだっけ、この人の事件知ってる、うん、なんかその名古屋の入管の話はよく報道はされますよね、うん、あ、名古屋のテレビとかでもやっぱこういうのって結構出ますからね。テレビはちょっとあんま見てないけど、新聞はよく出る、うん、ああ、そうなんだ、うん、
まあ、まさに今ね、これは裁判が始まってるけど、結局名古屋の入管に拘束されたスリランカ人の女性の人が処置が行われないので死んじゃったみたいな。さっき言ったそのクルー人のそのドキュメンタリーの映画とかがここ最近結構公開されてて、牛久っていうね、あの牛久にある入管施設の現状を取材したドキュメンタリーとか、東京クルトっていう東京に住んでるクルー人の人の若いクルド人のドキュメンタリーとかそういうのはまあ公開されて、割とドキュメンタリー映画があるんだね。こんな去年今年ぐらいでなんか急にバーッと出てきたんだ。こういう外国人問題ってさ、なかなかほら政治家とかだとこれ票になりにくいじゃん、うん、だからなかなかそういう政治とかで取り上げにくいから、だからこういう映画とかまあそういうような感じでちょっと啓発してるような感じにしか訴えられないみたいな、うん、そうだね。これ見てるとなんかそのあ、日本って移民難民人が全然受け入れてない国なのかなって思ったら、うん、もうそういうことでもないんだよね。うんうん、なんか難民は受け入れてないけど、なんか移民はめちゃめちゃ受け入れてるというか、うんうん、日本って移民人口が今世界4位なの。うんうん、その技能実習生問題ってなんか別で語られるけど、外国人技能実習制度っていうのを使って、その要は低賃金で働く外国人を日本人の仮に雇うみたいな感じで、うん、で結局これがなんか現代の奴隷労働なんじゃないかっていうことになんか本になったりとか、なんかいろいろ番組とかのテレビとかで取り上げられたりしてるけどさ、うん、そうね。むしろ人道的には難民とかの方を寛容的に受け入れた方がいいのに、なんかその要は単純な労働不足でなんかこうすごい低賃金移民を受け入れて問題の解決がはちゃめちゃだなーって、なんかそう、難民っていう人たちのなんでここまで受け入れてないのかの理由がちょっとよくわかんないよね。その問題としては指摘されてるのは知ってたんだけれども、なんで 0.4% って、うん、ちょっと本当になんか他の国と比べて半端ない差じゃないですか。だからものすごいソリッドな理由があると思うんだけど、それが何かみたいな深掘りしたものっていうのを僕は見たことがちょっと不勉強でなくて、そこはなんか理解が深まった方たいな、深めたいなと思ってます ね、うん、でそれはほら難民の人も自体も知りたいじゃん、その理由として、うん、入管とかその政府側は全然その何か明確な理由を言わないんで、まあ、言わないだろうね、言わないんだろうけど、うん、なんかそういうのを暴く、ね、それこそジャーナリズムの人たちがなんか暴いてほしいなと思うけれどね、そこのところちゃんと解明して、うん、またこの認定するしないっていうのがその入管になんか全部委ねられてすぎてるというか、うん、だからなんかこう総合的な判断がされてないみたいな、日本に難民っていう人たちがいるっていうこと自体をなんかよく分かってない から、うん、多分あのコンビニのおばあさんみたいな、まあ、彼女が難民じゃなくても外見上はすごい外国人の人だけど、うん、国籍は日本人みたいな人いるじゃん、うん、例えばほらお笑い芸人だとアントニーとね、あの彼とかは多分そうだと思うんだけど、うん、あの外国英語が全く喋れなくて見た目は外国人だけど中身は日本国籍みたいな、うん、でそういう人になんか、うわ、日本語お上手ね、みたいな感じで、なんか無意識で言っちゃったりするんだよ。うん、そういうことがさ、なんかこう、なんか日本人って知らなすぎるな、みたいな、うん。認定されてないから、いないことになってるみたいな。うん、まあ、でも結局、この難民を受け入れるか受け入れないかって、でもこれ、やっぱちょっとね、やっぱ日本人って責任があるんじゃないかなと思って、うん、それ何かで、ね、やっぱ、イラク戦争をやっぱ、日本人って支持したでしょ。うん、ほら、イラクが悪い、フセインが悪いみたいな感じで、アメリカを支持して、あそこで、ほら、あの、ああいう独裁政権倒したら、民主化のドミノ倒しが起きるなみたいな感じでさ、なんか言ってたらさ、うん、実際、ああいうフセインとかを倒したら、うん、平和が押し寄せるのかな、平和の逆で、むしろ混沌が起きて、イスラム国とかが出てきて、とにかく無秩序なところになっちゃった。で、結局そのおかげで、あの、なんつう、大量の難民も出ることになったわけだ。うん、結局ほらイラクだってフセインの時には女性議員もいたりとか、すごい識字率もすごい高くて、西洋かぶれのイラクって言われてるぐらいな、すごい文明国だったのが、うん、なんかすごい今無秩序な女性になっちゃって、なんかそういうことを知らないまま支持しちゃった日本人、その時に出た難民を受け入れませんよっていうのって、なんかすごいこう、うん、無責任な感じが、うん、なんか難民の受け入れの条約っていうのがあって、まあそこの、ね、条約に加盟というか批准している国は、まあそれにのっとってね、受け入れを手続きするっていう風にはなってるみたいですけどね。日本もそれはね、加盟してるんだけれども、なんか同じ加盟してる国の間でも、その認定率の違いがこんだけあるっていうのは、何なんだろうねっていうところは、うん、もうちょっと解像度高く知りたいなと。何日とよく日本にでさ、批准してるのにさ、なんでこんなに認定しないのか、うん、不思議だよ、なんか。
そうだね。だからなんかそのくせ安易になんかこう安い労働力として輸入するから、うん、なんかすごい自己都合だなってなんかこう、うん、思うというか、うん、やっぱり勉強ねもうちょっとしてみたいなとは思ったね。だから技能実習生の話とその難品が認定された人の話っていうのはなんかその2つの地位の人たちが日本の場合そのバランスの問題とかを気にしてんじゃないかなっていうのは僕の中で今の仮説ではありますけど、その移民でそういうに受け入れてるから難民は増えすぎると全体のバランスが取れないかなみたいな、うん、まあ、ここで今示してくれた移民って言ってんのってさ多分その別に地位とか身分とかあんまりあのそこまで細かく見た上での人数じゃないと思うのね。本当にちゃんと労働ビザ持って永住権持ってちゃんと働いてるってパターンの人もいるだろうし、日本みたいに本当に技能実習みたいな人これにカウントしてるのかなとも思うんですよ。そうではない？技能実習の人も多分含めて含めてよね。うん。だからそうするとやっぱりちょっとあのこのあの統計の集計に別にケチつけるわけじゃないんだけれども、やっぱりいろんなグラデーションの人がこれ混じってるかなっていうのがあって、日本の場合って移民とは言ってるけど結局その永住じゃないタイプの技能実習の人が多数占めてて、移民とは言ってるけどもう移り切るっていうことをね、今なんか政府だったり国民だったりがみんな同意してるってわけではないようには思いますけどね。そうだね、その通りだと思う。移民って言うけど、うん、厳密的な移民っていうか、なんか一時滞在人みたいな。うん、あ、そう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 。うん。永住することまで望んでそうしてるっていう話じゃないようには思いますけどね、うん、今。日本のピンチに一時滞在してくださいよみたいな、そうちょっとすごい自己都合な感じがする、うん。で、難民っていうのはおそらくもうほぼ半永久的に残るような感じになっちゃうと思うんですよね。その国で紛争が、うん、紛争なんて、まあそんなね、1、2年とかで終わっちゃうのもあるかもしれないけど、やっぱり長期化してるっていうのが中東の紛争なんかね、うん、もうみんなそうだわけで、だから難民受け入れるっていう、ほぼ永住権認めるみたいな話ぐらいの重さだと思うんですよ。日本にとってはあくまでも。で、かたや移民っていうこと、ここで言ってるのは技能実習なんで、まあ一時滞在の人たちってことなんで、だから、あ、そうかそうか、なるほどね。移民が多いけれども難民受け入れないっていうのは、なんか、まあ、そこのちょっと綾の部分もあると思いますよ。うん、ああ、なるほどね。結局、永住はさせたくないという。うん、どうするんだろうね。じゃあもうウクライナ戦争なんかいつ終わるとかよくわかんないけど、でもう帰ること前提でお願いしますみたいな。そうだね。うん。まあだから一時的に滞在っていうのは人道的にやりますよっていうのは、これはそんなに別に政府の考えとしても、日本国民のなんか多数派の考えとしても、うん、そこまでなんか違和感がないと思うんですよ。うん、でもこれが永住ですってなったらどうですかっていう話かと思います。だから俺さ、ほら、今回の映画の結末で、うん、お父さんがいなくて子供だけで住んでるっていうことになったら、ビザが認められたケースがあるって言ってた。うん。サーレちゃんが日本で永住権得るためにどうしたらいいのかって言ったら、うん、じゃあこの、ソータ君と結婚すればいいんじゃないのってなんか言ってる人がいて。ああ、なるほど、なるほど。そうしたら日本人ビザや、日本人の国籍取れるんじゃないのって言ってたんだけど、うんうん、これ僕調べて分かったのがさ、日本人と結婚しても入管に入れられてる人っていっぱいいるんだね。ほとんどそうなんだ。あ、そうなんだ。仮放免者等の在留資格を求める日本人配偶者の会っていう、奥さん、その例えば旦那さんだったら奥さん側がその集まって、自分の旦那が、ね、なんつうの、結婚してるけど入管に収監されてるからなんとかしたいっていうことで、そういう人たちだけが集まって会を作ってるみたいな。うん、え、結婚してもダメなのと思って。じゃあなんか僕誰君と結婚しても問題解決しないんだと思って、びっくりしたの。そうだね。あいな解決にならないなっていうのは。確かに確かに。前は見終わった人も、うーんってなんかすごい難しい顔しながら帰ってる人が多いような印象で。だから、ね、これ撮影中のエピソード見たら、ほら、弁護士役で平泉成さんが出てくるじゃん。うん。で、平泉成さんが、セリフ読むために、なんだかなぁ。どうしたらいいんだろうなってなんかこうぼやきながらずっと撮影に臨んでたってなんか、うん、っていうこといかがでしたでしょうか。はい、いや、なんかもう本当いろいろ考えさせられる映画でしたね、うん、本当に。皆さん見てね、広めてくださいという感じですかね。はい。